東側の空が最高に綺麗ですね。日の出の20分前で、今こんな感じですね。まあ、普通ね、旅行先で日の出を見ようってことになったら、まあ当然東の方へ行くわけですよ。竹富島の港かアイエル浜っていうね浜に行けば、海から上がってくる日の出をね、まあ、写真に収めることができるんですけど、まあ、大概の人はやっぱり港じゃなくてね、あの自然の砂浜、アイエル浜行きますよね。これがですね、あのまあちょっとデメリットが多くて、アイエル浜ってね、まず道が悪いんですよね。もうデコボコなんです。ものすごいんですよ。行きは下り坂ですけどね、やっぱり海から町へ戻るときって上り坂ですよね。帰りはあの道を登るんですよね。しかも帰りってもう太陽出てるじゃないですか。沖縄のね、夏のね、あの日差しってもう日の出の瞬間からむちゃくちゃ暑いんですよ。もうあの地獄なんですよね。でしかもアイエル浜っていうのは遊泳禁止なんです。死ぬぐらい潮流が速いんで泳げないんですよね、暑くても。僕の個人的なおすすめではやっぱりコンドイ浜。ここは西海岸なんですけど、まあ、日の出を見ながらまずこう泳げますよね。朝焼けの中ね、泳げるっていうね。こっちのデメリットって言えば、実際のその表に書いてある日の出の時間から30分後にやっと太陽が出てくるんで、まあ、その時間がちょっとラグがあるんですけど、まあ泳いでればね、30分なんてあっという間ですから。まあ、距離もね、アイエル浜は一番近い集落までも、1.5 キロぐらいだったかな。コンドイビーチは西集落の入り口まで900メーターぐらいだったと思うんですよ。まあ、約2分の1ですね。まあ、ということでね、やっぱり日の出の時間は西海岸のコンドイビーチがいいんじゃないかなと思います。雨雲が南東からやってきました。見事にまた今朝も降られましたね。今その雨は石垣島の東側の方ですね、ここにあります。石垣島はこっちの方ね。雨をねやり過ごすためにもうすでに海に入っちゃったんですけど、ちょっとカメラはしまってね、このメディアモジュラーっていうのをカメラ GoPro につけてるとね、まあ、防水性能はまあないと思うんでちょっとしまっといたんですよ。アイエルだと雨が降るともう逃げ場がないんですけど、あのコンドイビーチだったらね、あずま屋がありますから雨でも避難所があります。今あそこ歩いてるのはあの私の友人です。彼は、ね、ほぼ毎日ここに泳ぎに来てるみたいですね。あともう一人ね、コンドイビーチの近くに住んでる、おじいがいて、やっぱ毎朝ここに来てラジオ体操みたいなことをしてますね。で日の出の時間過ぎるとね、鳥の鳥類の合唱が止むんですよね。どういう摂理なんですかね。日の出の30分前から日の出の時間まで鳴くっていうのが、ね、俺も欲しいな。いくらで作れるんだろうねこれ。今6時20分ぐらいですね。満潮が確か7時40分ぐらいだったかな。すごいいい感じ。あそこにクロサギがいる。彼ね、まあ、彼女かもしれないけど昨日もいたんですよね。で結構見てるとサギってね、あの餌場を1週間ぐらい変えないような感じなんですよ。彼も多分ここ1週間ぐらいはここにいるんだろうね。今ね、7時30分ぐらいかな。満潮から15分ぐらい過ぎたとこ、サトライランドにね行ってこようと思います。まあなんとか普通に泳いで行けるかもしれないんですけど、今日ちょっと穏やかなんで、まあちょっと怖がりなんで、シュノーケルとフィンでね行こうと思います。まあ、泳ぐのなんて多分10メーターぐらいしかないと思うんですけど、やっぱ怖いっすよね。じゃあ行きます。
新潟県魚沼市のですね、麹だけで作った甘酒いただきます。八海醸造ですね。朝から酒飲んでいいんですかね。いただきます。うまい、うまい。コンドイビーチにはね、多分1人しかいないですね。今8時半ぐらいです。今ね、あの石垣島の、プロカメラマンのね、あの厚さんからあのツイッターで、ね、連絡があって、今日やってないのみたいな感じだったんですけど、すいません、今日休んであのビーチで遊んでます、ごめんなさい。色が白っぽいとこ、これがあの、なんつうの、三日月状のこの、サトルアイランド、向こうの方にずっと曲がっていくんですよね。いや、素敵ですね。ずっとこれ歩いていけるんですよ。で、今日大潮なんで、干潮何時かな、まあ、午後だと思うんですけど、多分1時とか2時とか、まあ、そのぐらいに来るともう完全に干上がってね、ここ全体もう砂地になっちゃいます。現在9時50分ですね。
あっという間に5時間経っちゃった。ということで、朝日を見るならどこがいいみたいな、映像にしようとしたつもりでしたが、10時頃までね、遊んでしまいました。日の出の時間もね、汗焼けの時間もね、コンドイビーチで過ごすとこういう風に後々またゆっくり遊んで過ごせると。あ、でも民宿で朝食がある人は違うかな。あ、その辺もありますね。まあ、朝食抜きにしてなんか食べるもの用意しといてコンドイビーチで食べるっていうのもいいかもしれないですね。でもし木曜日だったらその後ね、1時から、松茸荘に行くと、パンが入るわけですね。じゃあ、そろそろ、帰ります。はい、それではじゃあ皆さんも幸せな一日でありますように。また次の映像でお会いしましょう。